綺麗に雲海が見えてます。リップスティックチャンネル、自分撮りって難しいよね。これがミノフのマカ丼です。ここが丼街道です。隣は普通の桜ですね。普通っていうか桜ですね。これだけなんです。私も生きてる。一応あれ金色にしたんです。壁を金色にしたんです。おいいじゃん。だよね、西日が当たったりするともっと綺麗なんだろうけど、こっち当たらなそうだな。西日はすごいね。海に見えちゃうんじゃない？金をたくさん見に来ました。お金持ちになれるかな、37度。こっちが暑いね。違う違う、それで戻さないでほしい。臭くない、異常だよ、この硫黄の臭さは、こんなの久々じゃない？宇治山温泉こんな硫黄の匂いしないもん。あ、やっぱ靴下ね、見て、今日良かった、ジーパンじゃなくて。ジーパンだったら今日無理だったよ。見て、こんなにむくんでる足、ね、見て見て、むくんでる。コート脱いだ方がいいかな。どこまで？同じかな。40度ぐらい欲しいね、本当は。あ、でも気持ちいいかも。気持ちいい。あ、これ1時間ぐらいになれる。入らないでここだけ足湯にくるねえ、そういうわけいかない。そういうわけいくよね、別に入らなくていいでしょ。わけがない。こんばんは。そっちの飲んであったかいの、行けば行くほど絶対味湯の音です。
足湯をやってます。あ、ここが一番熱い、なーちゃん、うん、ここ出てきてるとこ、あ、足湯入ってます。足湯気持ちいい。しもべの足湯の音です。しもべの足湯の音です。あちゃ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 、私がピッピしてる綺麗な足を、足首出した方がいいよ、細く見えるから、うん、片っぽだけ、うん、すごいね、硫黄の匂い、うん、猿がすぐ来るって、自然に囲まれてるから野生動物がいっぱいいるって、宇治川クラフトパークに秋晴らを見に来ました。リッチなリッチは違うけどね。あ、いい匂い、いい匂いがします。うん、定時可愛くていい匂いがします。つぼみがついてる、うん、この時期、まあ、こっちはあったかいけどね、こっちの方より。ああね、紅葉してるし、うん、周りに広がられる、うん、動画を撮り慣れてないんだよね。ジュジュです。秋もいっぱいだな。私の好きなバラ、ウィリアム・シェイクスピアです。もうの日の気分ってね、鳥が立ちましたと、うん、ちょうど今から、うん、ね、
そうか、音があんまりしないんだよね。ここはミノブの早川町。秋バラは地味だけど匂いも強いしいい感じです。富士山は雪は降って綺麗です。なかなかいい感じで富士山が撮れてる。